谷川です。本日も頑張ってまいりましょう。はい、シャタニ号動画も有益化完了ですね。広告が貼られてると思います。11月25日におそらく1000人確認したらですね、突破してまして、昨日か13日の朝7時ぐらいに Google からメールが来ました。はい、有益化完了ということで、20日かかんなかったですね。1号動画メインの時は本当1ヶ月以上かかったんですけど、長かったんですけど、2号動画早かったですね。要因を増量して検査したんでしょうか。ってことで、AI さんからですね、広告入るようになりましたね。大変おめでとうございます。ありがとうございます。本当にこれを待ち望んでましたね。はい。まあ、これから、ますます頑張っていかないといけないですね。はい。早めにオフ会動画上げたいですね。はい。昨日ちょっとオフ会動画、編集してて自分で楽しくなっちゃってですね、ついつい凝り始めちゃって、ちょっと編集ソフト重くなってきちゃって、いかんと思って、はい。今ちょうど登場シーン、皆さん登場シーンを編集してますんで、もうしばらくお待ちください。それから長野の H さんですね、いいねって言いながら指で言ってほしかったですね、と。寒かったんですよね。次回オフ会に参加される方は、股が裂けそうなズボンを履いてきてもらって、全員のケツをシャタさんがいじりまくる。視聴者が減るでしょうね、こういうことやってると。それから、高子さんですね、今夜は、配信早かったですね。なんかお疲れのご様子、そうですか？なんだろう。あ、ちょっと今日、AI さんからいただいたちょっとアイマスクっていうか、あれつけてとか思ったんですけど、ダメですね。完全に目あれ塞がりますね。今日の夜とか、夜じゃないですよね、昼の休憩中とかがいいですよね。まあ、最近お風呂で目をシャワーでこう温めてます。はい、今から編集作業するのでしょう。昨日か。はい、まあ3本分やってますね。この2号動画と本編動画、サクッと本編動画やる前に演能会動画を1時間ばかり編集してから、9時ぐらいめどに9時から本編動画やってアップして終了っていうような感じでやってます。根詰めないでゆっくりやってください。だれたらあかんよお疲れ様でした。お疲れ様でした。それから、雪王さんですね。むしろ、内からだと群馬の西側の方に行きやすいので、電車で言うと高崎線ですよね。そう。私の、そう、茎からだとそうなんですよ。東武伊勢崎線か、館林方面、伊勢崎まで行きますけど、そこまっすぐ北、北上するとなるとそうなんですよね。高崎線なんですよね。だから、道路もそういう感じか。なるほど、そういうことですね。だから西の方に道の駅行ってきたってことですね。 AI さん、それ分かります。そうですよね。それから銀スポさん、アンジェレすごい価格ですね、夢ありますね、と。そうなんですね。キュウリ夫人だ、ヨウさん、今高騰してるんですね、値段が。違いますか、ちょっと教えてください。それからトイボックスさんですね、演能会に参加された皆さん、お疲れ様でした。長野の H さん、先ほどシャタ君から干し柿のお裾分け分いただきました、と。はい、持ってきました。仕事の通勤途中にあるんで、トイボックスさんちが、はい、置いてきました。自然な甘みで美味しかったです。ありがとうございました。来年も皆さんとお会いするのを楽しみにしてます。じゃまた。最近私、じゃまたって言わなくなりましたね。この2号動画の最後もじゃんけんだけですよね。じゃあまたっていう、あれ言ってましたっけ、ちょっと。それから山さんですね、演能会お疲れ様でした。ありがとうございます。ハウス周り綺麗になったとか、動画が楽しみですね、と。はい、お待ちください、演能会動画。はい、それからジンジンさんですね、ジンジンさん、シャタさん、視聴者の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。北関東は本格的に朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね、と。はい、本当寒い寒いです。本当真冬感満載ですね。先日は
遠農会オフ会対応ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。お疲れ様でした。1日だけでしたがお手伝いできて本当に良かったです。わずかですがお役に立てられたこと、ハウスという全く未経験の世界を体験できたこと、すべてが感動でした。と、何よりシャタさんをはじめ素敵な仲間たくさんできたことが自分にとって大きな財産になりました。志同じに一つの目的で集まってこんな素晴らしいことだと実感できました。改めてお会いできた皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。そして記念すべき日として心に刻んでおきます。うん、そうですね。もう皆さん、もうそうですね、もう言葉がありませんね。本当に申し訳なくて、手伝っていただいて、さて、動画で素朴な疑問です。前から聞こうと思っていたのですが、毎回1号動画に出てくる手書きのノートに書いている数字って何を書いているのでしょうか。多分その日の終了か重量なんかと記録だなんかの記録だと思勝手に思っていたんですが、惜しい。あれはですね、そのメモ帳の前に暖房機の重油が入っている重油タンクのレベルを動画で撮影すると思うんですけど、あれが何リッター420とか、あれはですね、重油の使用量ですね。メインはそこから金額割り出してます。リッターいくらで、それと暖房機が稼働した回数、動いてた時間ですね。で、重油の減った数を書いてます。この時期はもう本当にそれとの兼ね合いでやっていかないと、温度上げ下げやっていかないと本当利益が出なくなってしまうんで、あとは皆さん気になるところかなと思って、書いてます。それから高子さんですね、ビール発見、内緒です。アザミウマ今日いたんですよ。南側のウイルス被害の多いところをまた発見しちゃいましたね。ふっと見たら、まあ全ての葉っぱ見るわけにはいかないんで全部は確認取ってないですけど、いたってことはまだ他にもいるでしょうね。あとはウイルスがまた増えていかないことを祈るばかりです。ちょっとまた増えてくるとまたもう終わりなんですけどね。だから役さんもどうなのかなと思ってますけど、やるなら早朝、 STMT さんから言われたように早朝ですね。晴れって日のは早朝ですね。朝一で逆算して乾かすと、またそんな日が来ちゃうのかなと。寒くて本当に量も減ってきましたからね。それからナイロンが消えてる、あれですね、マルチとかですね。よかったね、ありがとうございます。ハートハートハート音符。ピオさんのケツ見て笑ってるシャタさん、よっぽど可愛かったんだね。可愛いですよね。ケツ見て笑ってるとかじゃないんですよ、あれ。なんかよくお尻の毛に鶏糞がくっついててちょっと汚い時があって、かわいそうだなと、みそらしいなと思ってて、綺麗にそのあれ多分糞もそうなんですけど、卵とか産んだ時にくっついちゃうんですよね。だからそれが綺麗なんで、まあうまいこと卵産んでんだろうなと思って、多分ちょっと柔らかめとかだとくっついちゃうのかなとか。スネークキュウリはなかったの？スネークキュウリはまあたまにしか出ないんですよね。ヨレヨレのキュウリってそう今日もないですしね。オツです。それから TMT さん、受付のお姉さんかわいい、心眼よくお分かりで。そうなんです、昨日のトレサビリシートを提出した時の受け付けてくれたお姉さんですよね。そのうち動画に出てくれるかもしれないです。わかんないですけどね。一応シャタ動画を見てくれてるという話は聞いてますね。はい、本日も頑張ってまいりましょう。最初はピッコピッコじゃんけんグー。
オラにも双子座流星群を見せてくれ。10時ぐらいだったかな、車体を。双子座流星群、流星群、群、群。ピオさん、こっちですよ。